いや、うちもあのちょっと黒川さんのことの疑惑をやってたから、うん、もっと重大な、うん、あのもっとでかい、うん、いやこんなことだけでやめられたら困るな。まず安倍総理を数々の疑惑を守る総引きはすでに瓦解していると。安倍総理は当初法務大臣に河合克行氏、検事総長に黒川博文氏、を据えようとしてたわけですね。その前に黒川さんは法務省の事務次官をしているわけですからね。で、共に最大のイエスマンを排することでこれまでの疑惑を不問に付与しようとしてきたんではないかと。これアクセスじゃないか。しかしそのことで墓穴を掘ろうとしているのはこんな皮肉なことはないと。違法性が疑われる定年延長を閣議決定までして実現した黒川氏、賭け麻雀への関与が明らかになり、22日東京高検検事長辞職、検事総長への道はついえたわけですけれどもね。この時にもこの賭け麻雀のこのあれが出た時はどう思われました？いや、あの一言だけ言うと、うん、こんなことで、あと、うん、後の、あの、うん、出てきますけど、うんうん、いや、うちもあのちょっと黒川さんのことの疑惑をやってたから、うん、もっと重大な、うん、あのもっとでかい、うん、いやこんなことだけでやめられたら困るな、困るっていうか忘れられたら、ね、困りますよね。そういうのをちょっと思いました、ね、思いますよね、はい、じゃあそれをずっと掘っていこうじゃないかと、はいはい、終わりにしないようにしようと。じゃあ官邸のね、守護神黒川高検検事を握りつぶしたと囁かれる安倍周辺の悪事、これはあの東洋経済を参照させてもらいましたけど、まあ、いろんなところで書かれてますことです。甘利明元経済再生大臣が建設業者から現金授受斡旋利得処罰法違反の疑いがあるも2016年5月に不起訴になりました。森友事件で国有地を不当な値引き、文書の改ざん問題で検察審査会が不起訴不当とした財務省幹部ら10人が2019年8月に再び不起訴、特捜部捜査終結してしまいました。菅官房長官や二階自民党幹事長周辺に捜査の手が及ぶとされていた IR 事件も1月31日の黒川氏の定年延長の閣議決定の際に黒川氏により捜査が打ち切られるとの憶測が検察内部で上がっていました。こうやって見るとですね、自民党の今の面々って全部呼ばれてるんだなっていうか、疑惑のかかった人物ばっかりなんだな。しかも高級官僚もみんなトップがそんなような状態なんだな。非常にもう何ですかこの国はっていう感じですよね。で、1月に憲法学者らが桜を見る会に関して安倍首相を背任の疑いで告発しました。でところが1月31日に東京地検が告発を不受理にした。で理由はですね、代理人による告発は受理できない。これおかしなんですよね。告発した国民学院大学教授の神谷博之先生はこれまで複数の告発を行ってきたけれども、今まで代理人による告発等の理由で不受理にされたことは一度もなかったと。1月31日は黒川氏の定年延長が閣議決定された日と同日である。この黒川氏の処分についてはですね、山岡さんはどういうふうにお感じになりました？いや、そう、軽いですよね。軽いですよね。もちろん軽いですよね。あんな、なんで退職金もらうんですかね。本当ふざけるのですよ。ふざけるのですよね、国民の税金ですよ、ね、僕なんか退職金ないのに辞職した黒川氏は賭け麻雀参加による処分は訓告、非常に軽いものだと。で、懲戒処分の指針に反して軽微な処分となり、まあ、批判が起こったと。懲戒だったら免職ですね。そして当然その高額の退職金もらうとか、そんなことはできないし、それからまあ懲戒ということは同時にですね、彼は起訴されなきゃいけない、うんうん、まあ賭博罪の犯罪容疑者ですよね、その話もこれからやりますけれども、ところがここをなんか非常にごちゃごちゃやったんですよ。安倍総理は22日の厚生労働委員会で黒川氏を懲戒とせずに訓告にとどめたのは稲田検事総長による処分だと発言したんですよ。そして安倍総理は稲田検事総長に引責辞任を求めたっていうんです。ここがすごく重要ですね。つまり本当はどうだったのかなんです。どうだったのかなんですけれども、25日法務省は実は懲戒相当と判断してた。ところが官邸が判断を覆したんだと。で、複数の法務検察関係者が証言したという共同通信の報道、こういうものをピックアップしてですね、拡散していた人たちがたくさんいるんですけど、そのうちの一人は例えばキョンキョンだったり、はい、小泉今日子さん、非常に鋭くこの、一般紙に出ていないけれども
ネットで見たこのニュースが重要なニュースだってちゃんとご理解されてピックアップされました。でいいですか、ここには賭け麻雀で辞職した黒川博元東京高検検庁の処分をめぐり事実関係を調査し首相官邸に報告した法務省は国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していた。これ重要なんですよね。なぜなら国家公務員法に賭博してたら懲戒ってちゃんと書いてあるんですよ。なのにだから懲戒が、相当だと言ったのに官邸が懲戒にしないと結論付け、法務省の内規に基づく訓告となったことが24日分かった。要するに法に書いてある相当の処分しますよと言ったら、官邸がいやお前しないと押し返して、お前のところの内規の訓告で軽い処分にしとけというふうに命じたと。それが、まあ、法務検察関係者が証言したんですね。たくさん証言したと書いてあります。複数ということを書いてありますね。安倍総理は国会で検事総長が事案の内容など諸般を事情を考慮し適切に処分を行うと承知していると繰り返すのみだった。検事総長のせいだと。でも検事総長って訓告はまあできますよ。だって訓告でこんなあの重大事じゃないから、はい、だけれども懲戒することができるのは内閣だけだから、ね、訓告かそれとも懲戒かの判断なんてできないわけですね、懲戒を決めるのは最終的に、内閣ですから、はい、だからこれはでも国家公務員法にね賭博アウトって書いて懲戒だからそれ相当じゃないですかって言ったら押し返して訓告にしたんだろうということで、実質的には事前でね官邸で決めていたと、いうことでその経緯に言及しないということなんですね。これひどくないですか。だから嘘ついてるってことでしょ、うん、首相ともあろうもの首相ともあろうものが5000万円着服していたかもしれない首相ともあろうものが、そして安倍総理はなんと稲田検事総長に対して引責辞任を求めたと。これ僕ね、僕これは知らなかったです。そうですか、罠じゃないですか。だってこんなのだってもうそれだったら稲田さんもね本当腹据えてやってほしいですよね、徹底的に、徹底的にね、ここまでやられたら、うん、だってこの訓告っていう風な処分が出たら世論が沸騰するってことが分かってたんで、それを沸騰して皆さん怒りました、怒った責任は全部稲田さんによる処分だと発言してるんで、安倍総理ははっきり発言してるんですよ。これおかしいでしょ、ということでこの共同通信のスクープは大変なスクープなんですけど、26日 JNN 取材に応じた稲田検事総長、ついに稲田さんの口を開いて法務省側から訓告と言われたと。つまりあの警察と法務省というのは、まあ、一体ではないわけですから、法務省側がこう、決めたと。で法務省とそれから内閣が何か話し合ったということに関しては私は知らないと、でもこういうふうに、訓告にしなさいと言われたということを発言したんですよ。ということは安倍総理があの稲田検事総長がいけないんだと、あいつをクビにしろと言った。これは卑劣じゃないですか。もう嘘決定じゃないですか、ね、はい、どうこんな卑劣ってあるのっていう感じなんですけれども、もう一度言いますね。ここですね、家計麻雀は賭博罪なんですよ。でもひどいのはこれです。あの第一次安倍政権の時2006年12月8日鈴木宗男衆議院議員の質問主意書に閣議決定した答弁書で家計麻雀を財物をかけて麻雀を行って、その特捜を争う時は刑法の賭博罪が成立しうると賭博に該当するとの見解を示しているわけですね。ね、だからあのこれはもう自らの閣議決定をひっくり返しているわけです。そうですね。どう思いますかこれ。で総理の主張によれば官邸は懲戒訓告の判断を検察や法務省に丸投げしたように見える。これうちのパーパーをちょっと作ったのは古いと言ってもいいんですね。実はですね、あのそのこの問題が出てこういうことも含めてね、野党議員をあの迫ってるわけです。つい直近の国会でも迫ってる。その直近の国会で全て、法務省が決める何か関係ないみたいな。おい、東高校県検事長は内閣の認証官だぞと。だからその内閣あのあなたを任命しますという時も内閣が任命するわけでしょ。それをですね、自分たちは知らない、法務省がやることだと判断を法務省が決めると。だから総理丸投げしたように見えるどころか、
これを押し付けたんですよ。安倍総理は今もそれを言い続けてます、これ森さんなんて本当に混乱してますよ ね。で問題はこういうことです。5月25日弁護士有志、26日市民団体が黒川氏は常習賭博などで刑事告発、つまりこれは天秤のレートだったらならないというようなことを一部で報じられたんですね。確かに。天秤の、それは問題じゃないですよ。 額の高じゃないから、うん、ですよね。そんな当たり前じゃないですか、一般常識から言っても。ですよね、しかも常習賭博罪っていうのは他と違うんです。たった1回きり の博打と違うわけで、年中やってんだったらば3年以下の懲役なんですよ。すごく重いんですよね。そうするともしこれで検察が起訴するかどうか、検察が起訴したら罰金刑など刑事罰が下るようなことがあったらば、それでも訓告は覆らない、もう訓告処分は確定なんで、もう覆ることはないっていうふうに森法務大臣など答えてるんですけど、おかしいだろうと。しかも懲戒権があって唯一持っていながら処分しなかった内閣は責任があるんじゃないですか。どうでしょう。そうなんですよね、しかもちょっと僕そのうちの言ってきた人が懸念してたのが、はい、検察としては、やっぱり所詮、一機関に過ぎないから国の、限界っていうものがあってですね、結局こういうことまで稲田さんも言われても、やっぱり所詮ほら雇われっていうか、あれじゃないですか、でせいぜいその検察が目指してるのは検察法の改正案についてこれをまだやめてないですけど、廃案になってないから、これが廃案になれば安倍さんのさっきの疑惑とか一連のものはもうやらないと、バーターで やろうとしてるから、このままでいくとこっちの方やらないんで、安倍さんのその還流が仮に本当だとしても、それをすごいやらなきゃいけないから、またあと、そうそう、2回書いてるんですよ。でそれ追加で出してくれって言われたんですよ。なるほど、はい、やはりやっぱりね、市民が声を上げないといけない。そうです、もう今市民しか声を上げる人いないんで、ここのね、会員限定のところでありますけど、会員の皆さんはこんなことを言ってるから、これをぜひ見なさい、会員になってあげてくださいと広めてほしいな、はい、アクセスやもうマスコミがダメですからね、マスコミか、マスコミもダメだし、野党もね中途半端だし、黒川氏の収賄疑惑、依頼者の音声データを公開、なんとね、なんと濃い今日はあれだろう、じゃんじゃじゃーんということで、はい、まずはこの音声を聞いて皆さんその感想とこの音声紹介をしていただけませんか。こんな音声まであるマスコミ一切取り上げないなんておかしくないですかって、こういうツイッターが山岡さんって、そうですか、まあそうですかとか言ってんじゃないよ、ここまで入ったんだ、あそうですかって、もうこの1816リツイートのうちの1つは少ないな、何を言ってるんですか、これのうちの一人は僕ですからね、あそうですか、じゃあリツイートしてますからね、はい、それでいきますよ、